はい、おはようございます。今日は、5月24日の日曜日ですね。今日はね、どこに来ているかと言いますと、大通りミニ公園、ミニ大通り公園って、ご存知ですかね。札幌の方もね、意外と知らないんですけれども、ですね、北四条通りになるんですが、西11丁目から17丁目の間のね、公園っていいのかな、人とね、自転車が通る通路なんですけれども、まあ、大通公園と比較するとね、断然に小さいところになりますね。はい、ということでこんな雰囲気ですけど、あら、ここはあれですね、昔僕よくちょこちょこ利用した、あの2階喫茶店あったんですけど、今ですね、びっくりですね、もうだいぶ前から変わってんのかな、アウトドアショップになってますね。はい、それではね、今日はね、ミニ大通公園の方ね、歩いていきたいと思います。今日の機材はですね、RX100 の Mk7 ですね、それとジンバルがですね、パイロットフライのトラベラーを使ってます。はい、でマイクがですね、エデュテージっていうね、ちょっとマイクになりますけれども、ちょっとね、感度が高すぎるマイクなんですけれども、今日はどうかな、ひょっとしたらね、あんまり大きい声出すとね、僕の声が歪んじゃうんで、微妙なところなんですけれども、はい、ここのね、通りはね、僕よくね、昔そうですね、ずっと奥の方行くとね、元僕が勤めてた会社があったんで、たまにね、ここの通りね、利用してましたね。おっと、鳩さんが日光浴ですかね。はい、失礼しますね。はい、まあそんな感じでですね、はい、結構ね、憩いの場所になってるんですよね、ここも意外とね。うわ、懐かしいですね。はい、今日のね、話題といいますかね、ソニーさんが、なんか今月っていうかね、もうすぐなんですけど、27日 ?3 日後ですかね、10時に新製品のね、発表があるみたいですね。型番は ZV-1 っていうんですが、ソニーのですね、なんていうかね、今ソニーって Vlog、はい、ビデオブロガー向けの、いろんなね、機材のね、紹介がね、ホームページなんかでもね、出てるんですけれども、結構ね、 Vlog に力入れてるみたいですよね、今ソニーさんね。でね、動画のね、専用のね、なんか新しいカメラが発売になるようです。で、今ね、ソニーのサイトで、ディザー広告が出てまして、ソニーさんにしてはね、珍しくね、僕ソニー去年あたりから使ってますけど、ディザー広告ってあんまりね、見たことないんですけど、どうなんでしょうか。で、このカメラはね、結構小型のカメラなようでして、もうね、リーク画像が出てまして、そうだな、去年発売になりました、今僕使ってるね、RX100Mk7 と、ちょっとね、大きさ的には似たようなカメラ、形もちょっと似てますかね。はい。で、レンズがですね、どうやら 24mm から 70mm で、F1.8 から 2.8 ですかね。はい、ですからどうでしょう、
マーク100の、M5、 今マーク5の A っていうのがあるかな、現行機種としては発売されてると思うんですが、はい、それとねなんか似たようなカメラなんですけれども、ただね、カメラ機能が、あのスチール写真ですね、そちらの方はね、なんかほとんど使えないみたいですね。まあ一応機能的には積んでるみたいなんですけど、はい、なんかかなり省略されて動画専用機になってるようです。はい、で、外見ね、リーク画像を見た感じでは、ストロボがもう省略されてまして、で、あとはね、グリップがね、この RX100 シリーズってグリップないですよね。だからカメラ持つときに結構滑ると言いますか、グリップをね、オプションで売ってるぐらいですから、ちょっとね、固定するとき、手で持ったとき、はい、滑るって落とすっていう問題があったんですけど、はい、今回のね、はい、ZV-1 はね、最初からね、このグリップがしっかりね、ついてるみたいですね。まあ、ビデオブロガー向きということで、あとね、ビューファインダーがついてないようですね。はい、省略されてるみたいです。ですから、はい、画面でね、はい、モニターでね、はい、確認しながら撮影するっていう方式なんですけど、これがねバリアングル形式になってますよね。まさにね、YouTuber さん向けのねカメラかなと思いますね。はい、まあね、そんなね新しいカメラが発売になりますけど、まあ、気になるっちゃ気になりますよね。まあ、このね RX100 もね、まあ、確かにビデオ向けのね、はい、カメラではあるんですけれども、さらにね徹底してるみたいですね。で、細かいこと言うと、100のマーク5との違いは、レンズがね一応 24mm から 70mm って同じなんですが、厳密に言うとこの新しい ZV-1 というのが、35mm 換算で言うと 8.8mm、9.4mm か 9.4mm で、マーク5の方がね 8.8mm で若干ね、マーク5の方が広いんですよ。はい、っていうことはちょっと期待するのが、あれですよね、ひょっとしてセンサーサイズが1インチより若干大きい、まあ、僕はね多分1インチだと思うんですけど、若干ね大きい可能性がないことはないですよね。はい、まあ、多少ねそんなこともね妄想したりしてる次第なんですけれども、果たしてねどうなんですかね。あとは ND フィルターどうなんですかね、ついてるんでしょうか、それとも、ついてないのか、まあ、そこもねちょっと気になるとこですよね。ついてるとねすごく便利なんですけどね、どうですかね。はい、なんとも言えないですよね。あとピクチャープロファイルはおそらく PP の10とかね、当然ですけど、まあビデオ専用機っていうぐらいですから、まあついてないとね意味ないですよね。だから多分ついてるとは思うんですが、はい、ついてなかったらねちょっと問題ありますよね。まああとはね多分ね 4K の 30P までですよね。
まさかね 4K60p 対応っていうことはね多分ないと思うんですけどね。ただ多少ねちょっと期待もしたりしてるんですけれども、うん、多分ないでしょう。多分あの現行と同じ 4K のね 30p で、まあ、撮れるっていう形になると思いますね。はい、まあねそういってね非常にね楽しみいっぱいの、うん、期待してるんですけどね。まあなかなかねミニ踊り声も雰囲気いいですよね。うん、あとはねこれなんだろう、まあパクられたね画像を見てみるとマイクの部分にモフモフがついてるんで、まあ風切り対策、うん、っていうのはねやっぱりきちんとされてるね商品になるみたいですね、うん、そこはね結構期待していいのかとは思いますけれども、はい、ソニーさんはね今何でしょうか、国際機関の方に届け出が新商品のが3種類ぐらい出てまして、噂では、α7S3 もね出るんじゃないかと、その中に含まれてるんじゃないかっていうね、噂が流れてますけどね、どうですかね。なんか噂では6月末に発売っていうことなんですけど、ちょっと期待しちゃいますよね。はい、まあそんな感じで今日はね主に、はい、ZV-1 のね、27日の朝10時からね、正式に発表になるみたいですけど、ちょっと期待も込めて、はい、そんなお話をしてみました。はい、今ね、17丁目の方に、はい、ちょうど到着しました。はい、ということで今日はですねミニ大通り公園こちらの方をねぶらっと散歩した様子を、はい、お伝えしました。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。